北アルプスを貫く立山黒部アルペンルート、富山県から長野県までの全長90キロに及ぶ日本を代表する山岳観光ルートです。誰をも驚嘆させる魅力を持つアルペンルートには、自然と人間が作り上げた芸術があります。立山黒部アルペンルートへの入り口は2つあります。一つは長野県側から入るルートで、豊かな自然に恵まれた温泉郷大町市の扇沢駅からトロリーバスで黒部ダムへと向かいます。そしてもう一つは富山県側から入るルートで、古くから信仰の町として栄えてきた立山町からケーブルカー、高原バスに乗って立山室堂を目指します。春夏秋冬、それぞれの顔を持つ立山黒部アルペンルート。春、青空の下に広がる銀世界、夏には高山植物が立山を彩り、秋には紅葉で立山は覆われます。そして冬を迎え、再び春の訪れを待ちます。立山は今ではパワースポットとしても人気を集めていますが、立山の歴史は立山信仰に始まります。硫黄が噴き出す地獄谷、血の池、針の山に見立てた剣岳、こうした景観から立山は富士山、白山と並び日本三霊山の一つとして人々から恐れ敬われ、平安鎌倉時代の頃から多くの仏教僧が修行のため山に登りました。江戸時代になると地獄と極楽が描かれた立山曼荼羅を手にした僧が全国に立山信仰を布教していきました。立山町で執り行われる女人救済の儀式、布橋灌頂会は立山信仰からなるものです。ひときわ低くなっている尾根、ザラ峠、かつての戦国武将さっさなりまさは真冬にこの峠を越えて浜松まで徳川家康に会いに行ったと言われています。
立山で日本では初めてとされる氷河が発見されたほか、三田ヶ原高原、大日平が国際的に重要な湿地に関する条約、ラムサール条約に登録されるなど、立山は遠い昔から今日まで多くの歴史を刻んできました。桜が咲く頃、立山室堂はまだ真っ白な銀世界に包まれています。この真っ白な世界にブルドーザーが何度も雪を掘り進めて出来上がるのが、立山黒部アルペンルート最大の魅力、雪の大谷です。純白の回廊、およそ500メートルの両側には15メートルから20メートルにも及ぶ雪の壁。この絶景を見ようと、毎年4月下旬から6月頃まで多くの観光客が訪れます。雪の大谷は人と立山の自然によって作り上げられた芸術なのです。大観峰と黒部平を結ぶ立山ロープウェイ、標高差489メートル、1710メートルの距離を7分間で進んでいきます。後ろ立山連峰の壮大なスケールを360度楽しむことができる、まさに空中散歩の旅です。81人乗りの車両は2012年新型車両に変わり、青を基調とした車両は窓がより大きく取られ、一段と空からの景色を堪能できるようになりました。標高2333メートルの大観峰駅の屋上には雲上テラスがあります。後ろ立山連峰とエメラルドグリーンの黒部湖の絶景をゆったりと満喫できます。中部山岳国立公園にある立山では、自然環境を守るための環境に優しい乗り物が使われています。三田ヶ原などの高原を走るバスはハイブリッドバスが使用されています。また室堂、大観峰、そして扇沢、黒部ダムを結ぶトンネルバスは電気で走るトロリーバスが採用され、オール電化となっています。立山ロープウェイは自然景観を損なわず、
高山植物を守るため、途中に支柱が一本もないワンスパンロープウェイとなっています。すべて立山の自然を守るための配慮がなされているのです。立山黒部アルペンルートで食を楽しむこともできます。黒部ダムカレー。黒部ダムへ通じる大町トンネル工事を行っていた当時、作業員がこよなく愛したカレーから誕生したメニューです。ほうれん草のピューレで黒部湖のエメラルドグリーンを演出したピリ辛のグリーンカレーで、幅広い世代に人気の一品です。大町市の各お店ではこの他にも様々に工夫されたカレーソースが味わえます。そしてもう一つ、立山町産のコシヒカリ米を使った米粉肉うどんです。もちもちっとしたうどん食感がたまらない一品。米粉うどんは立山町の各お店で様々なバリエーションが楽しめます。心もお腹も満腹になる旅をお楽しみください。立山黒部アルペンルートにはたくさんの日本一があります。日本一の落差を誇る滝、称名滝。落差はなんと350メートル。高原湿地、御田ヶ原高原、標高2000メートル級で日本一広い高原です。地獄谷は源泉として日本で一番高いところにあります。立山を貫く立山トンネルは自動車トンネルとしては日本最高所のトンネル。まだまだあります。大パノラマを楽しむことができる立山ロープウェイは、自然保護の観点から途中に支柱が一本もないワンスパンロープウェイとして日本最長です。そして自然の中に荘厳としてそびえ立つ黒部ダムは日本最大のアーチ式ダムです。立山カルデラから流れ出る土砂を食い止める白岩砂防ダムは高さ63メートルの日本一の高さを誇ります。このように立山黒部アルペンルートにはたくさんの日本一があります。1956年、関西電力が黒部ダムの建設を行うため、世紀の大工事と言われた大見沢から黒部ダムを結ぶ大町トンネルの工事が始まりました。現在トロリーバスで進むと、途中青く照らされた箇所があります。破砕帯です。大量の湧き水を伴って崩れ落ちるトンネルの掘削工事は難航しました。80メートルの破砕帯を突破するのに7ヶ月もかかりました。一方、富山県側では1953年、美女平を起点とする高原道路の工事が始まりました。1965年には立山を貫く立山トンネル、立山ロープウェイ、黒部ケーブルが同時に着工し、立山トンネルでは45メートルにわたる破砕帯を突破するのに13ヶ月かかりました。
ネルが開通した際には万歳という声が小山直下のトンネル内で響きました。こうした幾多の難工事を乗り越えて1971年6月1日アルペンルートは全線開通したのです。立山黒部アルペンルートの建設にはこうした数多くのドラマがありました。まさに人間と大自然が作り出した芸術なのです。